ってたっけ、最近じゃないですか、見たことなかったです、見たことないですよね、うん、え、何やばいの、やばくないですなんか配信の前に最近コメントがさ、ここのライブって入んないんだよね、あのほら、こっちとこっちに読めたり読めない、アップロードしてないのかな、うん、でも最新版なんです、そうか、お、マスリオさん、ありがとうございます、みゆきさん、カオピーさん、ありがとうございます、何新しくしてる、お、今今やるか、今高いよ、あ、高い、確かに足元があんまり見えない、足元が見えないね、かー、金山ちかさん、もう隣に入ってる、 OK か、でこの時カメラよろしくね、はい、謎の静けさ、うん、ね、いつもありがとうございます、今日は土曜日、あれ女王がいなくて新女王かな、お、お、お、じゃあ行きます、はい、行きましょうかはい、皆様こんばんは、こんばんは、今インスタライブもチャレンジの時間です今日もよろしくお願いします、よろしくお願いします、何を撮れてるの、とんでもに見られちゃったから、なんとなく、はい、はい、今日は宮部さんがお休みです、はい、鈴木さんが、はい、あの入ります、はい、よろしくお願いします、かわいいわけじゃないんです、うんうん、かっこいいね鈴木さんね、バッチリ、はい、はい、今日は、はい、羊皮のコートやら、うん、オリジナルやら、はい、あと新入荷のいろいろをご紹介したいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、あらまあ、かわいいでないの、なんかね、うん、みんなブラウスからなのに、なんかすごい脱力感満載の感じでいきますが、今日入荷したニットですね、新しいイタリアブランドのもので、はい、まあなんていうか本当に日常的に着られるニットなんですけれども、うんうん、あのちょっと上質素材の、うん、ちょっと贅沢な普段着ね、そうですね、はい、贅沢な普段着ニットになります、はい、その贅沢さの加減って着心地にも表れてるんでしょうか、あ、それはそうですね、うん、着心地はもちろんいいし、うん、あとあの、まあ、この使いが ね、うん、ニットの素材感とかは、ね、まあまあ、あの、ある素材なんですけど、はい、こういうところにあの裾にあの芯を入れて、あの落ち感、うん、広がり方、うんね、あのをちゃんとこの、ね、はい、シルエットを良くしたり、はい、これこう見えてここに芯が入ってるんですね、それ芯なの、平ゴムなの、ゴムですね、ゴムだ、ゴムですね、はい、平ゴムですね、はい、ゴムが入ってます、はい、なのでそういうささやかなところがちょっと違うぞっていう、はい、ささやかっていうか両方広げてみてください、こんな感じになります、はい、いいね、うん、ちょっとおしゃれな人みたい、細手口はあのこうなっていて、で、うん、もう身頃はかなりゆったりしてます、はい、袖口のそこも平ゴム、そこは入ってない、あ、入ってるか、これはゴムではないような気がしますけど、はい、ちょっとごめんなさいね、これ生地自体にも伸縮ありますもんね、うん、そうだね、スパン入ってるね、はい、そんな感じになっておりまして、はい、あと色もいいですよね、うん、すごい、あとでこちらの迷彩の例のパンツで合わせました、うん、かっこいいね、の迷彩もすごいいいですよね、うん、100m25 秒ぐらいで走れる人に見える、それって教えてこと、だって今世界陸上やってるからさ、見てると本当極端なんだもん、極端で、うん、動いてないみたいにスローモーに感じる、はい、はい、そんな感じでこれに、うん、コートを羽織りたいかなと思います、はい、どのコートを羽織るのかが見ものです、そうですね、センスがここで決まる、はい、ちょっと待ってプレッシャー、あ、あのかけてもへでもない、動じない、あ、なんか
狙ってますね。そうなの。お。でこの例の今日のブログでもご紹介した羊皮のコートの、はい、今回は黒にグレージュ配色のタイプを合わせたいかなと思います。はいはい、ファッションのブログでヤギ皮って強く書いてましたけど羊皮でした。でヤギ皮は基本的に強いんですね。強いけど雨とかそういうのの水滴が当たるとそれが取れない、シミになっちゃうデメリットはあるんですね。でヤギ皮に比べて羊の皮はより柔らかく、強さの部分でヤギ皮が強いんだけど羊の皮はそれだけ柔軟な良さがありますね。軽く拭き取れるし、シミにならない、うんうん、雨染みとかにならない良さがあります、うん、はい、こんな感じで、はい、きちっとしたコートなんですけど、ラフな感じで羽織ってもかっこいいかなと思います、うんうん、でもそのままでちょっと物足りないんじゃない？あ、で、こけしちゃんとしては物足んないでしょ。こけしちゃんとしてはっていうか、そうか。それで帽子、はい、はい、やーやんちゃな感じでいいね。急に物感あふれてきた、はい、マレーラのボアのハットが入りました、はい。これ一つでちょっとおしゃれな人になっちゃうね。なんか雰囲気が出ますよね、うん、ちょっと、うん、普段着なんだけど、うん、普段着っぽくなくなる感じがします、うんうん、急に都会人になったわ、うん、でこの色も効いてますよね、うん、コート下に、うん、光沢がちょっとツヤのあるニットなので、はい、レザーのマットな感じと、はい、ちょっと外側光沢あるけど、うん、ちょっと立体感が出ていいかなと思います、うんうん。あ、ひとみさん、今日はありがとうございました。ありがとうございます、ね、バッチリ似合ったと思います。マーク・ケンのスカートとイブルースのスカートね、うん、よかったです。しっかりまた見ていただきたいと思います。はい、はい、でちなみにこちらはリバーシブルになってます、うん、ひっくり返して着てみてください。このリバーシブルの状態が完璧だよね、うん、ちょっとアップで見せてほしい。そこの縫い目っていうか、要するにこう縫い合わせてる部分ちょっと見ていただいて、アップして、こんな感じで、ここまで完璧にリバーシブルにするかと、はい、切りっぱじゃないんですね。そこのところもしっかり包み込んで、ね、縫い込んでます。はい、いきます。はい、これは見事ですよな。うん、になります。完璧、かっけーじゃない。使いやすいですよね。すごい羽織りやすい。あ、この感じもいいね。こっちの色もいいですか、うん、黒のがトレーニングされてる感じで、逆に言うとね。そうですね、うん、締まりますね、うん、締まります、締まります。でここは折り返しても折り返さなくてもどっちでもいいです、うんうん、でポッケもうまい具合に、うんうん、ね、いやいや、もう完璧にできてる。飛び出たりしないので、うんうん、そういうところも嬉しい。飛び出てる。恥ずかしい。いや、大丈夫です。笑ってもらえてるよ。締まりきらない良さっつうの。本当にいいですよね。うん、本当に。これスタンドカラーになりま、はい、うん、あ、止めてみて。今日は赤のコート試着してとっても可愛かったのですが、暑くてまだ買う気になれずスカート2枚だけにしてしまいました。なくなったらもう終わりですか。これはオーダー分は各店3枚ずつで9枚全体で入ってるだけなんですけど、少しこれは追加オーダー、リオーダーできるとは思いますけれど、メーカーストックが若干あるような気がします、うん、現状ではちょっと確認はできてないんですけど、まあ、もしその場合は聞いていただければすぐ問い合わせしてみますので、ぜひ。本当に良かったでしょ。これ3枚ずつっていうのは3方が1枚ずつってことですよね。そうです、そうです、はい。必ず同じ形で入ってるんですか。そう、同じ形で。黒赤は、うん、黒赤は共通。15赤は黒赤だけですけれど、この黒グレージュ、それと黒 グリーン、グリーン、ちょっと色だけ見せてもらっていい？あ、
あれです、ゲージュと、うん、はい、こちらですね、黒グリーンと黒赤と、そしてこの、黒グレージュと、そして4色ですね、この3色と、あとあれ、それぞれこれがまたいいんですね。こちらはリバーシブルなんだけれども色合いを合わせてますね。ベージュとグレージュみたいな感じです、はい、本当に良かったですよ。これ買っていただいてるスカートなんかもう100点満点、かっこいいよね、うん、今日スカート黒赤です。黒赤なので、うん、そのまんまバッチだね。バッチです。ああ、よかった、はい、2丈入ってるよね。ああ、そう、うん、フードのやつがロングとショート、うん、両方黒赤ですか。全部黒赤です。自由が赤は全部黒赤なんです。はい、こんな感じでスタンドカラーになって、かっこいいんだよね。かっこいいですよね、うん、すごい、もう本当にこれ着やすいです、うん、あ、いいね。結構冬、ね、まずずっといけると思います、うん、これ結構好きね、この感じですよね、うん、ちょっとかっこいいです、うん、なんかね、キリッと。そしてポイント、そこの襟の前ところに芯ではなくて金属、ここにね、はい、針金、金属、はい、うん、まあ針金みたいな感じの、針金って言わないか、うん、金属を入れてそこのところを襟がへたらないようにシャキーンと、ここの1本だけ、うん、ここだけ、はい、第2ボタンまでなかったでしたっけ。ボアまであるかな。ティーラベントならではの素敵なコート、ボアの帽子も見逃せないです。これあれなんですよね、ティーラベントがこの毛皮屋さんに、あ、そうそう、これティーラベントじゃないんですよ。そうです、オーダーしてて、前回というか、そう、何数年前のやつはティーラベントが、この会社に、ね、ティーラベントさんがこの革専門業者さんに、うん、制作を依頼してる大元のところがここで、直接うちが作ってもらってるって感じになります。はい、ティーラベントをちょっと省いて直接言ってる、うん、前からうちあのやり取りはあったところなの で、はい、でティーラベントさんだったのはたまたまだったんですけど、はい、まあ、そういう意味で本当にね、ティーラベントがここに制作を依頼するぐらいだから、うん、もう完璧にいいんです。同じクオリティですので、はい、イラベントだから特別仕様とかっていうような作り方ではないです。ここのクオリティが高いのね、はい、いっぱいこれまでも実はいっぱいお持ち、みゆきさんにお持ちいただいている毛皮はほとんど同じここの、うん、そうですね、なるほどです。そう、全部ここの毛皮屋さんがお買いいただいてる毛皮系もやってるんですよね、うん、そうなんだ。で、いよいよ直接そこに島君お願いするようになったというだけですね、うん、はい、メーカーさんを介在してたけどね。そうですね、はい、その前も介在はあったんですけど、はいはい、そして、このニットと同じメーカーさんから、これがね、ポンチョが入ったので、うん、こちらも合わせてご案内します。これはこれとこれで合わせてお題したの。いや、別、まあ同じく合わせられるなとは思ったけど、うんうん、もういいだな、先にやられた、うん、そうかそうか、そう来週のライブなんか待てないよね。いやいや、着る人が、使う人が違うと違うんですから、すいません。こちらのポンチョもすごい可愛くて、ね、おすすめです。なんか憎たらしいよね、はい、ちょうどここの色が、染めがね、うん、一緒だったのでいいかなと思います。アンサンブルみたいな感じでね、着ていただける、素材の違うですよね、うん、で軽くてあったかみがすごくあるので、うん、このセットで結構長く着ていただけます、うんうん、こんな感じになります。あと背中がばっくり V にくれてますね、はい、もうちょっと前に引っ張ってもいいかなっていう感じのくれ方です、うん、これは好きな感じで着ていただければ、羽織っていただければと思います。なのですごい羽織りやすいです、うん、でも帽子かぶってるとこ雰囲気あるね。黒でいいですか、うん、ちょっと重いかな。いやいや全然、ほらいい感じよ、いい感じです、ね、うん、上と下が黒でこう収まると全体バランスは取れる、大丈夫ですか、うん、重くは全くならないです。素敵です。感じになります、うん、本当に贅沢な、はい、ちょっとお値段言うのが普段着です。ちょっとはばかられる感じなんですけど、うん、ちょっと溜めて言わないと皆さんブーイングだよそうですよね、うん、
まずこの迷彩デニム、それは安心して言って、はい、14,080 円になります。はい、ほっとしました。はい、で、このおいおいそっちのが安心して進むは言える値段ブログで一応出してて、はい、羊革のコートが115,500 円になります。はい、で、ね、従来のヤギ革から羊革に変えてるっていうのをパッションさんちょっと忘れてたんですけど、あの扱いが完全に楽になりました。はい、はい、ちょっと、ね、しっかりしてますし、うん、そして、このあニット、いよいよ言っちゃう、はい、イタリアブランドのニット、って言われる、こちらが 49,500 円です。あ、急に小さくなった、はい、はい、49,500 円です、はい、でこちらの同じブランドのポンチョが、はい、36,300 円になります。はい、36,300 円でもいいね。はい、この雰囲気はまたこの雰囲気だよね。なんか、あ、秋冬来たなみたいな感じしますよね、ポンチョ。これさ、あのロングブーツとかで合わせるともっと雰囲気出るね。そうですね、うん、もっとかっこいいと思います、はい、ぜひお試しください。はい、中の黄色セーターはあのタンクトップタイプもあります。あ、だよね、はい、タンクトップが、うん、こっち入ってないんだよね、まだね。あ、そうでしたか。一号店には入ってんだけどね。はい、先ほどありがとうございました。ランチビハナさんです。はい。俺、ランチバナナ、ランチバナナって言ってて、はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。あの、オリジナルの包帯のブランス、うん、人気ですね。うん、皆さん見てください。あのひよこが完全にコケコッコに見えますね。はい、すっごい綺麗ね。なんかあの、はい、同じ柄のワンピースもありますし、うん、別の柄のブラウスもありますし、うん、っていうので、うん、あのかなり楽しめるんじゃないかなと思います。今私はリボンにしてます。あ、先ほどありがとうございました。こちらこそです、ね、楽しい時間ありがとうございました。ですね、はい、一応こんな感じになってます、うん、いいね、うん、この袖の幅がいいですよね、うん、で今ちょっといいんですけど、かまちゃん素敵って、あ、本当に、いや本当になんか、まあね、変な言い方いつも女なんだけど女らしい女だな、ね、うん、この感じ、あとは後ろ入れてこんな感じになってます。はい、はい、いい感じ、バチーンとね、スキニーっていうかスーパースリムなね、デニムで合わせてて、細いので合わせて余計いい、うん、で、まあ、なんせ次、ね、はい、一応羽織物があるので、うん、その羽織物が、はい、うん、主役かな、あの、はい、これの次に、そう、今日はみんなに主役って言って、そう、だから割とこのリバーシブルの、うん、羊革のコート、キモッチーさんが着たのと配色が変わりますね、うん、はい、黒じゃなくて、はい、中がちょっとベージュになるっていう、うん、究極贅沢おしゃれです、うん、で、はい、ちなみにここのお花とか葉っぱの部分のお色がちょっとベージュが混ざってる感じなので、はい、コートとの相性がいいなっていうのでこの辺で組み合わせてますね、うんうん、完璧です。マネキンに飾ったやつが多分後日アップされると思うから、うんうん、あの辺でちょっと完成形を見てもらったやつ。いやいや、もうこれが完成形だよ。完成形。スーパー完成形。こういう感じに、ね、かっこいいよね、うん。はい、なりますね。いや、マジでかっこいいよね。ね、これ綺麗ですよね。今見ていただいてる人も結構来てるよ。うわ、これいいって。そう、軽いのと、うん、これでだってしばらく寒くなっても全然平気ってなったら、うん、もう実際風は通さないから、ね、ね、首に大きな巻物とかしたら一冬もうこれで実際平気な、中をねもう少し厚手にするとかね、YKさんいい色、いい色ですよね、いい色なのよ、あの濃淡が分かるか分かんないんですけど、うん、こっちがグレージュっぽい感じで、うん、こっちがベージュっていうか、うん、でちょっとマットな感じですね。やっぱりいいねって言ったじゃないですか、さっきやっぱり来てもらったじゃないですか、ね、やっぱりそうなんか折り返して配色が見えるのもね、黒もかっこいいんですけど、ちょっと同系の色で合わせてあるので、なんかこれだとコーディネートあんまり気にしないでいいかなと思いますね。これ好き、ね、これ綺麗ですよね。さすがでしょ、かっこいいですもんね。もうほんとかっこいいの、かっこいいな。そしてちょっとごめん、かぶせていい、
少しアップしてもらって、これね、表のこの表っていうかこっちの表面の加工と中の加工が違うんですね、うんうん、ちょっとそれを見てほしいの。今はこの光沢のある感じ、うんうん、はい、でこれで裏返しにして、ね、うん、裏返しにしてみて、うん、こっちはあのパール オパール加工みたいな表面にこう光沢、うん、なんか綺麗な光沢があるんですけど、そうそう、はい、うん、そのメリハリもいいですよね。そうなの、ちょっとマットな感じと、そうなの、そう、で今度はこっちの皮を表にした場合は完全に皮って感じのね、うん、でもどちらも手触り良くて柔らかくて、うん、パールかし、あの真珠とか貝の表面の、うんうん、あのパール加工、パール、そう、ね、そう、そっちはパール加工なのね、うん、パールってなんか違うな、うん、パールってね、お石があるうるさい、パール加工ね綺麗なんですよ。いや、かっこいいのよ、これ。ワイヤーで襟を立ててるのがまたね、いいし、今回こうなると色がね、マットな感じで。そう、マットでまたちょっと違ったかっこよさになりますよね。そう、うん、そうなの、そうなの。こういう感じ。はい。ちょっとポケットのデザインもちょっと変わるから面白いですよね。うん、で、そう、こっちがちょっと光の加減で光沢がある感じで、はい、もうこっちは完全にマットになります、はい、そうですね、焼けしっていうか、そう、ただ手触りはすごいしっとりしてて気持ちがいいです、ね、いい革って感じのね、はい、ね、いい革です。そうです、そうです。なので、うん、同じような色なんですけれども、うん、加工、この塗料っていうか加工、染色の仕方が違うので、うん、完全にパール加工、こっちはね、うん、で表のは完全なマットの革っていう感じの革です ね、うん、ね、ボタンの色もちゃんと合わせて書いてあるので、はい、はい、とっても素敵です。ちょっと良くないですかこれね、柔らかいのと、うん、あの革のいい香りします、うんうん、ね、見事にいいよね、です、はい、ね、なおかつこのブラウス、はい、どっちの色にしても合うように、はい、偶然にもだよ ね、 ね、なんかこれがすごいバッチリ決まってるなっていうので、うんうん、はい、この辺でね、なんか下をスカーンと細く小さく作ってもらって、うん、この着こなし、うん、上のここの、ね、ぜひぜひボリュームを生かしてもらってっていうのでおすすめしたいですそれにフェイクファーのライトグレー重ね着してみてくださいって。ライトグレー、はい、はい、あ、ここか。マットの方はスエードではなく表側なのですかって、そうです、スエードではないです。なので表側の方、スエードの方を完全に綺麗につるんとしてパール加工してますね、うん、はい、テイクファーをしてみて、それでいいんですか、ね、うん、この色でも想像つかない、なんかグラデーションになりますね、うん、綺麗だと思う。あ、そしたら小時じゃないやばいな、クマ、逆にしてってことですよね、ページがびっくりしたクマ見て小時って言い始めたら俺もう完全に脳が狂ってるね、小時になっちゃった。さっきはモッチーに何とか言って言ってたよね、俺言ってましたよね、うん、言ってた、何つってたっけ、誰か違う人の名前、うん、言ってた、誰だっけ、誰だ、まあいいかでもクマ見てコトキっていうぐらいだ、かなりやばいね、もう性別変わっちゃってる、うん、まあいいか、まああんま気にもなってないんであれです、うん、ちょっとお待ちくださいね、今ひっくり返します。そう、それはちょっとなんとなくそのパールのグレーにその色を重ねたい、そしたらもう全然キャー後ろから、うん、ああもうこれであれだね、防寒できちゃった、できちゃいますね、全然もうこれで、ああいいね、うん、でボリューム出るけどこっちタイトにしてるから全然、うん、あ、いや、むしろこの長さの変化がいいと思う、うん、そうね、バランスの、うん、あ、かっこいい、かっこいい、かっこいいですいいですね、これからの季節の重ね着とか、うん、バツバツの黒のほらコーティングのパンツも買ってもらったし、 S サイズでポイントですからね、うん、これで合わせてもらうのが素敵かなと思います。いい、ね、ちょっと完璧に皆さんこのコーディネート綺麗ですよね、綺麗です、かっこいいです、合ってますでしょ
いいな、かわいい、ね、秋この季節でディスプレイもね、またしたいなと思いますね、うんうん、高そう、高そうです、すごい、何よりです、うん、熊が来て高そうだよ、すごいよね、よう、うん、じゃあお値段言おうかな、ほんとこれいいですね、あ、なんか大きく見えない、うん、そうそうね、ストーンとしててかっこいいですし、割とね、分量感あるんだけど、真冬、うん、OK ですね、真冬 OK ですね、一気にほかほかになりましたもんね、ごめん、このイメージ思ってなかったんだけど、いいね、いいですね、うん、またこの色がちょうどいい感じ、うん、グラデーションになるから、うん、ちょっとボタン止めてみて、一番上のその感じでね、すごくいいですって、うん、さっきランチビハンナさんこれ試着してもらったんだよね、うん、してもらいました、ウールのコートとかかと思ってたけど、ジレイですね、うん、ジレイ、いや、この方がいいよ、の方が見えますもんね、うん、かっけーじゃん、しまって、なんか一気にテンション上がる、周りからちょっとこうマットな感じのアクセサリーダバーンってやってもいいね、あ、ここがね、デラーンっつって、うん、そうするとまたメリハリ、あ、この感じだともう風完全に防げますね、うん、そうそうそうなの、そうなの、これだともう完全に防寒 OK ですね、うんうんうん、全然かっこいいじゃん、いいな、なんかパーフェクトじゃん、パーフェクトです、よかよね、うん、という、はい、素敵な提案をいただき、はい、いや、いいね、完成いたしました、で、それさっきから言ってここのね、ワイヤーが入ってるんで、うん、ワイヤーが入ってるから、はい、綺麗に立ち上がってくれて、うん、で、あの、なんていうかきつくない、うん、柔らかい、うん、ちょっと顔に沿ってくれる感じもありますし、うん、ワイヤーって言っても硬い、うん、やばいワイヤーじゃないですからね、ちょっとね、自分で調整できる柔らかい感じになってます、薄いこう金属みたいな感じでイメージしてください、ちょっと開けてもいいし、うん、まあ、重なるようにしてもいいし、ちょっと作れるんだよね、うん、そこひねったり、表情をね、作れますね、うん、はい、はい、そうしましたら、うん、すごく着心地良かったし、形も抜群に良かったですね、で、他を買っていかれた、そう、ありがとうございました、そう、はい、なんで、はい、いいね、これね、うん、そしたら、お値段ですが、うん、オリジナルの包帯のブラウスが27,500円、うん、で、この羊側のリバーシブルのコートが115,500円、うん、はい、で、ね、提案いただいたこれがフェイクファーのフード付きの、はい、ベスト、はい、ジレが18,480円になります、はい、で、特筆すべきはちょっと去年から今年にかけて、まあ、ファッション独断で言ってますけど、コートとかスカート丈、うん、少し今まで超ロング125丈とかロングコートやってたし、うん、押してたんですけど、この膝丈ぐらい、うん、95センチから軽やかでいいですね、1メートルの着丈のやつを進めていきたいと思います、うんうん、またぞろっていうか、そろそろこの丈がまた新鮮な軽快でかっこいい感じがします、うん、これで長くてゾロビック感じだとちょっと重たくなっちゃうね、確かにこのレザーの感じで長さがあるとちょっとやぼったくなるかなもあるんで、はい、これだとパンツでも合いますし、うん、スカートとかでも素敵なので、はい、ロングのフレアスカートに羽織らない以外は大丈夫ですね、そうですね、下からフレアが、ね、うん、出ちゃうとはいいですもんね、うん、それでダメってわけじゃないけど、スタイリッシュに着るにはこの感じがかっこいい、感じがかっこいいかなと思います、はい、というわけでありがとうございます、うん、ありがとうございます、でもフェイクファーのベスト良かったね、それにね、うん、いいって、おお、かっこいい、こうやって見えてるんです、そうです、はい、はじめまして、はい、4月よりお世話になっております、鈴木と申します、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、うん、センス抜群だからね、いえいえ、ガンガン行きましょう、もう皆さんが以前からご覧になってらっしゃいます、はい、リボンブラウスで、はい、ティーラベントのこの白のパンツ、はい、で、ロングブーツを今日合わせてみたのですが、はいはい、すっきり白と黒でっていうところ、うん、別に全然これでも素敵なんですけども、うんうん、かっこいい、今日はそのコート、はい、主人公になるように、はい、ちょっと今日は赤を着させていただこうと思ってます、うん、着てください、
今日はちょっとね、こちらの羊側のコートがメインということで、皆さんにじっくり見ていただきたくて、本当にもうこれはこんな感じですか、もう皆さんにブーイング、おそらくもうだいぶ前から親指こう突き下ろしてもらってる気がするけど、高級感バツバツよね。すごい軽い、柔らかい、うんうん、で再三言えようけど手入れが楽。この鈴木さん、画面写りとってもいいです。頑張って頑張ります、はい、このステッチ見えますかね、うん、これちょっとこうポップな感じに赤だと見えて、うん、ちょっとアップしてみてください。見えるかな、あ、見える、あ、大丈夫です。そのぐらいの距離でステッチが綺麗なんですよね。すごい綺麗ですね、はい、でここもう少しこれ色と変化できるんですかね。かっこいい、かっこいい、うん、かっこいい、もう、あ、俺もびっくりした。で、161センチの私で、このコートの丈はこのぐらいになります。膝下ぐらいの丈感です、うん、そう、この丈をね、皆さんに押していきたいんです。まあ、このタイプはもう一丈、あと10センチ短いバージョンがあるんですけどね、まあ、どちらもやっておりますので、ちょっとこの白黒のスッキリも素敵なんですが、うん、このちょっと赤でまた私を締める役目っていうのがいいかなと思いました、はいはい、で、そしてひっくり返してください、はい、この赤がね、綺麗なんですよ。いい赤なんですよ、言ってやれ。この自由が丘全肩赤黒でやるくらいにはこの赤いんですよ。おびえ余裕がなさすぎなんだよね、心の余裕っていうの、ね、遊ぶ余裕。いやだって黒赤に限るとか言って他の色をオーダーしないんだもん。いや、いい赤ですもん。確かに、うん、そう、あの赤と黒ってすごい下手するとすごいきつい色合わせだったりするんですけど、うん、でもイヴ・サンローランカラーよ。綺麗な赤、見てください皆さん、本当に綺麗な赤ですよね。はい、ね、うん、やっぱりね、革とかそういう本物、要するに天然素材の最たるものに乗っかる色っていうのはいい意味で落ち着くし、綺麗に色が出る、うん、やっぱり可愛いって。ひとみさん、これか、試着したの。そうです、そうです、可愛いっしょ、ひとみさん。めっちゃいいんですよ、これ。ここの切り替えというんですかね、うん、これがすごくやっぱり、はい、デザインとして生きてます、ね、そうなの、そうなの、うん、あと、もう皆さん自然なうちに感じていらっしゃると思いますけど、少しウエストとかこうくれてる感じ、少し女性的なラインを意識したデザインに、あの気持ちが動いていらっしゃると思うんですけど、やっぱりここのところのこうシェイプが反対、うん、そうそう着た時に自然にこうウエストがキュッて入ってるじゃない、すごく女性らしくなる、ゆるずるっていう感じの、ちょっとこうこのところ毛嫌いしてるわけじゃないんですけど、うん、だらしない感じに全くなんないんですね。締めたらこんな感じですね、はい、見てください、背中のラインも自然に絞れてます。割と身頃自体、身幅自体は余裕あるんですけど、うんうん、全然それを感じさせない。ダボってこれ嫌いですね。です、でも中はすごく余裕があります。はい、そうなの、そうなの。なので、あの、動きやすい。はい。動きやすい。はい、ね、ソロじゃなくて、この竹、今から、今年は最新、かっこいい竹だと思います。オーソドックスな丈なんだけど、あまりにも長いロングがこの数年かっこよかったんですけど、かっこよさがまた移ってきましたね。こっちロングも当然しまく、今年も超ロングもやってるんですけど、一押しはこの丈押してます、うん、ピューテリーのコートなんかも全部この丈だよね、今ね、今回覚えてないでしょ。大体このぐらいだよね、はい、うん、大体この大体ね、大体の会話だよね、はい、という感じで赤でした、うん、はい、フードの形もやっぱり綺麗ですよね。綺麗綺麗ね、やっぱ可愛い、うん、この赤良かったでしょ、うん、
短いのはちゃんとかぶれる。うん、かぶれるかも。短いフード誰もかぶる人いないんだ。あ、じゃあ ついでにあの次、はい、もうあと10センチ短いバージョンを着ます。はい、でこちらが、黒グリーン、先ほど紹介したやつですね。違う雰囲気ですね。うんうん、はい、うん、で丈がね、10センチ短いとまた雰囲気変わります。うんうん、警官に車の移動とか多くてパパってあの短い丈のコートしかいらないのっておっしゃる方にはこの丈おすすめですね。もたつきが一切ないですね、着丈に。本当の感じは同じなんですね。はい、はい、でひっくり返して、うん、だいぶ違いますよね。またね、今ロングブーツ履いてらっしゃるからこの白の見え方も少し変わって、うんうん、だよね、ね、うん、いやいや、本当そう思う。これさ、やっぱり黒表がいいんだけど基本的にはこういう赤表、グリーン表で着てほしいね。そうですね、うんうん、すんごい綺麗、当たり前だけど綺麗な色だから綺麗なんだけど、革の持つこの綺麗さって独特。しかも色がついてる方はマットなの、うん、革の照りをね全部消してるんで、うん、そのマットなビビッドってすんごい綺麗ですよ。皆さんちょっとアップしてもらっていいですか。ちょっとさっきお見せできなかった、はい、この黒の方のステッチが、はい、こんな感じです。映りますか。見えてますか。うん、大丈夫です。うん、着てないぐらい軽いですね、やっぱり。うん、そう、結構この軽さ喜ばれますね。うん、っていうかマジで軽いですよね。ポケットがすごく深いです。両面の表側ならどちらで着ても滑りもいいですね。もうバッチリで、うん、すごい滑りいいです。 YK さんきっとこのコートがお待ちしてますよ。 YK さんは赤黒かななんて勝手に決めたりしてねっていう感じですね。いいね、絶対いいですよね。でこうバスト的にはどのぐらいある方まで全然平気ですかね。98ぐらい。短い方はフリーサイズ。フリーサイズになってるんだ。じゃあ、ワンサイズのみ。あ、そうなんですね。長い方が M になる、はい。うん。あ、はい。こちらフリーサイズになってますのでかなり大丈夫ですね。9号の私でも全然余裕があります。OK です。はい。見えない感じが。ね、この丈は本当に軽快。ね、もう軽くジャケットを羽織るぐらい、カーディガン羽織るぐらいの感じですね。でもう一方の膝丈のはちょっとコートらしい感じになりますけど、うん、どちらもでも見ていただいた通り素敵だと思います。スペシャルおすすめ品、かなり力入ってますですね。はい、ではお値段の方が、あ、さっきのお客様がね、はい、なんで2000円の違いがあるのって言われて、長い方と短い方で、ああ長さが違う分生地が少ないからちょっと値段にメリハリつけただけだと思いますっていう話、うん、ちょっと不公平感が出てますね。そうそう、こちらが先ほど着させていただいた方のこちらが11万5500円、買ったって言いますよ皆さん、はい、11万5500円、はい、でこちらが11万3300円となります、はい、で、もう皆さんおなじみのこのリボンブラウスが18480円、はい、でこのリボンは取り外しできるようになってますね、はい、はい、でティーラベントのこのパンツ31900円です、はい、おお、なんてありがたいんだろう。これだけの羊革とデザインで10万少しはリーズナブルですねって。2着分ですね。ね、いや本当に、いや本当にね、ミクさんご存知だと思うけど、本当に綺麗ですよねこれね。
持ってても軽いっていうのもありがたいですよね、うんうん、素敵です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はなんかその帽子に尽きるね。はい、あら、なんか帽子ね、うん、はい、帽子が主役になっちゃった。そうです、そうです、はい、今日は帽子が主役でしょう。はい、ちょっと楽しいのが入りまして、はい、そしたらさ、ごめんなさい、これも色違いで着た方がいいんだよね。あ、はい、黒黒だからね。フライガールの商品が少し入ったんですけど、はい、その中にチェックの楽しい色合いのジレがありまして、はいはい、もうこれもう全然着られる雰囲気なのでちょっと着てみました。これジレだけだった。とにかく綺麗な折り柄チェックになっております。多分2号店用で入れたような気がする。違う違う、1号店も入ってるよ。うん、1号店も。ああ、ジレだって。うん、ガオカは？十ガオカこれつけてない。おいおい。すごいね。分けてつけるだけの余裕があったの。分けてつけて。可愛いですよね。うん。そういうこと。ロングタイプなので、ボトムがなかった？短い丈のものを着てもいいし、うん、スリムな。可愛いね。レザー調のパンツとかすごい合うなと思います。可愛いってなって。可愛いですよね、うん。色合いがとにかく良くて。でこのちょっと下がった感じのこのテーラードの感じもすごくここが綺麗にシュッとしていていいなと思います。うんうん、このね、ピンクラペルっていうかこの襟のとんがらせ方がね、うん、ちょっとダイナミックでいいよね。そうですね。ここが、はい、結構ここが効いてる、はい。襟が大きいんですね。はい、ここがいいね。クラシック&モード。ちょっとロックしてますね。お。何か言いたいわけね。で、さっきからのそう、これ被るとね、急におしゃれになるの。なんかね、かわいいんですよ、これが、うん、こんな感じになります。皆さん、この帽子一つ被るだけでちょっとおしゃれ好きな他社の子さっき帽子を見ないの忘れてました、うん、今言う。それで、なのでもう今から T シャツで着ていただいてもいいですし、はい、ニットで合わせてもいいし、うん、もうこれからの時期からもうずっと着られて楽しいので、すごいおすすめです。僕も着てみます、うん、こんな感じになってます。逆さにして着ないでね。昨日衝撃的なね、逆さコーディネートがほらバッチリな。あ、そうですね、はい、かっこよかったですね。かっこよかったのよ、本当にびっくり超えた。あ、この色いいじゃない。この色もすごいいいですね、うん、あ、なんか秋だ。いやいや、秋になんなきゃ困るし。あ、よかった、やっと夏らしい服が入りましたとか。アホやんか。ねえ、なんか全然違いますね、はい、ねえ、全然違う。かわいい、こんな感じの色になります、うん、ちょっと楽しい。あ、この色もいい、はい、いい色。もう普通に寒くなったらタートルとかでいいので、うんうんうん、ね、ジレすごい使えますよね、はい、あ、なんかいいじゃない。いいですね、うん、帽子がまた効いてますけどね、うん、ね、ジレを1枚羽織るだけで一気に秋めく。本当ですよね、帽子もすごくいい。帽子いいですよね。今日はね、君にとったらその帽子だね。この帽子、うん、買いですよ。そう、革のコートじゃないの。あ、本当？お寝頃。買っとけって、それ許す。許してくれるんですか、うん、ライブ用に。そう、ライブ用に。毎回ないと。そうそう、もう、うん、完成しないから。うん、だって、他社の子が急に都会派になるの。これ、この帽子お寝頃ですよ、うん、めっちゃ。そう、またほら。安心価格。そう、M さんご夫婦が、またパッションいじめてるとか言われちゃう。あ、そうですね。もう今また言われてたねって言われちゃうから、うんうん、もう最近そう気にもしてスルーしてるよねとかね。はい、こんな感じになって、すごいおすすめの。あ、いいね、ね、いいですね。あ、なんかいい感じ、楽しいジレです、うん、はい、それを今と秋をミックスしたコーディネート考えてますね。あ、そうですね。今と秋をミックスしたコーディネートでやってみました。さすが秋めくコーディネートですね。はい、秋めく。でもいいね、いいですね、うん、このチェックがすごいいいんですよ、うん、めちゃくちゃこれいいですね、うん、お友達なんかとさ、あんまり友達いないと思うけど。すごい
ちょっとさ休みの日にねお茶かなんかするときにこんな感じで行ったらすごいいいんじゃない？うん、うん、かわいい。あ、なんかベージュの帽子どうしました？あ、よく見てるね。次かな、はい、次の次か、はい、あの鈴木さんのかぶるのがご覧になってるの？ご覧になってるかな、なんてない、直接あれは見て、あ、見てらっしゃるかもしれない、うんうん、はい、見てます。あ、ブログに載っかってんの？ホームページは載っかって、でももしかしたら最初に届いた時にお見せしたかもしれない、うんうんうん、俺見てなかった。あ、いや、ちごてんも入ってると思います。クマ隠してるな。ちょっとまだ熱々で、うん、2号店も今日出しただけなんで、うんうん、でもこういう感じのコーディネートは全然今ありじゃない。そうですね。そしたらこの帽子があることによってこれがなんか夏っていうよりはやっぱりこう、うん、すごいおしゃれっていう感じのコーディネートにもなるから、ちょっとねライブ中にこういう話はあれですけど、もう出していいと思う。そうですね、この帽子もういけますね、うん、半袖この感じでいいもん、ちょうどいいもん、はい、はい、めちゃくちゃいい感じに。見てなかったのって。あ、本当ですか、うん、ベージュあります。じゃあこの後、この後、うん、ちょうどジャケットの色と合わせてベージュ使うので、そうですね、この後の後だ、はい、はい、これはでもお寝頃です。お寝頃以上にこれあるとね、他者の子が都会の子になる。他者の子って何？他者、田舎の子ってやつ。いや、イラつく。あ、言わせられた。お値段いきます。うん、はい、こちらのフライガールのチェックのジレが42,900円、はい、で中に着てる T シャツの厚物で23,100円が18,480円、うん、でこちらの、パンツが31,900円が22,330円、はい、そしてこちらの、お、もはや主役のこの帽子、はい、本日の主役、はい、これがですね、なんと、え、ちょっと待ってよ、結構安かったりしたらやばいな。結構お値頃ですよ。ダメじゃ、非売品にしといて。ディスプレイ用に。こちらがですね、はい、16,500円になります。あ、まあほどほどね、はい、うん、帽子を買う方にとっては、うん、お値頃、もうお値頃、うん、買わない方には高いかもしれない、ね、当たり前じゃ、買わないでもいらないだろう。でもね、ないでもちょっとね、しばらくはね、気に入って買っていただいても、お貸してって言って置いといて、1ヶ月ぐらい買っていただいても、お貸してください、ディスプレイに。はい、そんな感じになります。勝手にこれも入ってるの、帽子入ってます。ガオカは入ってないから、マレラ、マレラだからね、はい、うん、はい、です、はい、はい、ありがとう。結構かわいい、かわいいですよね、うんうん、ちょっと軽快で、うん、おすすめです。はい、ありがとうございます。パンツがチェックです、うん、これ綺麗なんだよね、形ね、なんて綺麗なの、足がね、ちょっと短いから、うん、形がストンと落ちてないけど、いや、綺麗なの、綺麗なの、いい感じですよね、うん、あのグレンジが、うん、これ36でもそんなにガバってない、背中はガバってないですね。あ、ガバってない、ナイスだね、ガバって、あとはここでちょっと絞れて、うんうん、なので綺麗に収まってる、うん、で、あとは裾の、うん、ここのたるみがもう少し多分身長高いとすって落ちてる、うん、いやいや、うん、2センチ詰めればいいぐらいね、ですよね、うん、なんかいい感じだなって思って、 いいね、うん、あとまあ色味がちょっとベージュが入ってたり、ランチビハンダさんさっきこれ買ってくれたんだよね、そう、うん、あのこれを着ようかなって置いといたら、うんうん、あれそのパンツ何ってなってね、いいですよね、ためについてもらって、うん、そう、うん、すんごい綺麗、ね、ポケットもありますし、うん、すっごいあのラフに履けるパンツになってます、うんうん、で、あのニットが、うん、なんか超高級な、うん、あのさっきモッチーさんが着てたそうちょっとモールっぽい感じのニットと同じブランドなんですけど、うんうんうん、もう最近値段の高さに驚かないようにしてるんだけど、これはペックらしたなんか、はい、ここのなんかここ、はい、ね、こことか、うん、崩した感じね、あ、そう、あのわざわざこことか、はい、あとは裾ほつれてるみたいね、うん、ほつれてるみたいな、はい、加工ですね、ダメージじゃない感じですよね、切れ目の加工で、うん、で、うん、かなり薄手のニットなんで、はい、まああの秋入って割とすぐ、うん、あの手に取れるかなっていうの で、ね、今日ちょっと着てみました、うん、はい、もうね、ちょっと寒がりの人は着ていただいていいぐらいね、うん、いいぐらいで、
ちょっと私が身長低いものですから、うん、あの袖、うん、イタリーのあれだからブランドだから、うん、ちょっと長めになってますので、うん、腕の長い方は安心して着ていただけます、うん、まあせっかくなんですけど、うん、まあ、ちょっとパンツをお見せしたかったので、うん、パンツの形がとにかく綺麗、あのね、あの、うん、軽いんですけど、はい、ちょっと生地の重みでストンと下に落ちてくれるような感じになってまして、ね、でもうウエストの部分はゴム、うん、ゴムです、うん、そう、であとはちょっとここ見事に良い、なんかあまりガバガバで大きい感じもないので、うん、あの履いた時のイメージが割とつきやすいかなと思います、うん、で各店だと思うんですけど、うん、36、38、40の3サイズで入ってますので、うん、はいはい、気になる方はお試しください。これ冬もガンガンに履ける感じになってますので、うんうん、で私はこれの上に、うん、そう、今日ちょっとジャケットが着たかったんです、はい、ティーラの、はい、そう、おしゃれじゃん、昨日入ったやつね、そうで、まだどなたも見てない、あ、見てない、はい、あ、よかった、ちょっとこういうワッフル風のね、うん、はい、ワッフル風で形はないけどこのトリミングがちょっとビビッドな感じの素敵な、はい、うん、で、あとあれか、ちょっとラメっぽい糸見えなかったですけど、うん、少しね、あの特殊な感じの糸です、うん、これを、あ、あ、ん、あ、コムね、それコム持ってきたの、あったの？ベージュだけ持ってかれたの？うん、なんだ？そう、これがティーラの、うん、まあ、いいや、うん、はい、はい、ジャケットになります。もうこの辺とかはシンプルで、特にこうボタンがついてるとか、ね、そういう感じではないんですけど、はい、こういう感じです。このところ、あのやっぱりこう力入れておすすめしてるテーラードの、うん、うん、綺麗なダーツで絞ったね、はい、綺麗なシルエットのジャケット、はい、ワッフル地です。もうここら辺なき、なくしてファッションどうします、うん、みたいな感じですね、うん、そろそろジャケットね、いいですよね、うん、今本当に多いなと思います、はい、いろんなメーカーさんというかブランドで、で、ね、襟もここ、はい、サテンの生地が貼ってありますのでかなり張りがありますから、はい、あのここ立てるのも綺麗に立ちますね、うん、はい、でお色違いがあるな、うん、コントね、あとキャメルがあります、うん、キャメルはちょっとね、ここあの自由が丘店からのね客中で、はい、今自由が丘に行ってます、で私が着てるのが黒で、はいはい、であとはネイビー、ネイビーね、うん、中のこのトリミングは一緒です、うんうん、はい、ネイビーになります、はい、ちょっと明るめの綺麗なお色になりますね、うん、使えるって一枚、うん、あの今までとポケットの大きさは一緒かな、ここは 2,3 年ずっとやってるじゃない、うん、の浅さ、秋冬では初めてなんですよね、うん、このワッフル調の夏、うんうん、春夏はあのもっと薄い感じ の、うん、あの厚みのあるワッフル調の、うん、あの生地なんですけど、うん、大きさはどうだかな、ちょっと大きいかな、割とゆったりしてます、ね、少しポッケ大きめですね、うん、でポッケ裏にもしっかりこう固めの裏地を使っているので、うん、はい、全体のこの構築性っていうのが崩れないようにできてますね、綺麗、うん、ね、なジャケットになりますね、はい、シルエットが綺麗、さすがティーラベントって ね、本当にそうですね、こういうところのここに無駄がな い、はい、全くないのね、本当に綺麗、そう、ね、この感じで、うん、でなんか黒とこのチェックの感じで、うんうん、もうザ・秋冬みたいな感じになるので、ね、いや本当綺麗だよね、綺麗ですよね、うん、素敵だなと思って、そう、これはちょっとジャケット、うんうん、単体で入ってたから、うん、なんかどうにか生かしてちょっと着てみたいなっていうところに、うん、今日ちょっとね、うん、フライガールの会社から、うん、このいいニットが入ったので、そうそうそう、はい、それと組み合わせてちょっと着てみました、うん、もうジョーだったらそれ絶対襟立てるもんね、うん、襟ねガンガン立てて、うん、立つようにアイロンかけそうだよね。襟に。で、なんか。乗り付けて。乗り付けて。そう。で、こんな感じになります。はい、で、腕まくりとかもね、うん、しやすいデザインになってますので、うん、まあ、自由自在に楽しんでいただけるかな、うんうん。オーソドックスな合わせだけど、なんかね。うん、あの、多分パンツがこの
結構上の方で止められるってところで、うん、バランスがかなりよく見えるんじゃないかな。ジャケット着てみたい。じゃあ先ほどご覧になってなかった？あ、そう、この辺は見てなかった。あ、そうか。でもこっちの方を先に目に、そうだ、うん、イブルースの置いてあったんですけどね、うん、そう、違うジャケットを見てもらってたから。そうだ、うん、これはティーラベントの綺麗なジャケットになってますよ。はい、はい、なんでそう、これは黒、そして紺があります。うん、紺があります。はい、はい、なんでしたら明日熊谷お待ちしております。お待ちしております。はい、そしたらじゃあお値段をお伝えしますね。はい、ティーラベントの、はい、テーラードジャケット、はい、52,800円、はい、フル地になっております。うん、でグレーンチェックのパンツが17,380円。うんうん、先ほど着てらっしゃったグレーンチェックのイブルース の、うん、あのテーラードのシルエットの綺麗な、うん、あれ気に入ってらっしゃって、使い、うん、方としては同じように使い方できるね。うん、こういう感じで、ね、うん、いいですよ。うん、こういうので合わせてもらって、うん、かなりストレッチは効いてるんですけど、こちらの方がもう気持ちワッフルの厚みがあって、うん、あのしっかり生地感がもうちょっとしっかりしますね。着やすさはまたちょっと違った着やすさになりますね。うんうん、あのさっきのレイヨン地の方はかなりストレッチも効いてる感じでしたけど、うんうん、こっちはあのちょっと綿っぽいっていうか、うん、なんていうか、まあ、しっかり厚地になってます。うんうん、でお仕事アクリルナイロンウールにポリウレタンですね。うん、こいつが ね、はい、仕事とか、ね、なさる方はもう完璧にこれ使いますよね。オーバルなデザインですもんね。うん、はい、こういうこなれた感のある素材感でこれだけきちんと完璧なジャケットってなかなかないので、うんうん、あとまあ着丈のあれとか好みもあるでしょうし、うん、いいね。はい、あとは、はい、これ新しい、これね、照れるな、新しいフロントの思いっきり言うんだぞ。あのちょっとこうほつれたような綺麗なこういう、ね、はい、デザインがちょこちょこ入ってる、はい、この羊毛とかアルパカが混ざってるニットになりまして、はいはい、かなり薄手でシンプルになります。わ、はい、かりました、ありがとうございました。そしたら、これが、51,700円になってます、うん、ニット、はい、はい、あの軽くて薄手で着心地がいい、うん、めちゃくちゃいいはずだよね。になります、うん、はい、なんでまあなんかちょっとしたインナーに着てもらっても、うん、あの着替えしますよ。という、うん、素敵なニットになっております、ね、そこら辺のちょっとこう、ね、砕け感が面白いね、うん、あのちょっとした遊び心、うん、なんかこれがなんか素敵だなと思って、うん、今日お見せしたいなと思って着てみました、ね、着心地は着心地はあのすごい軽くていいです、うん、私はあの肌過敏、うん、やや過敏な方ですけど、うん、まあ、今着ている範囲では全然、うん、あのチクチクとかもしないので、うん、はい、割と着やすい薄手の、うん、ちょっと贅沢な遊び心のあるカジュアルに仕上げた高級ニットですね、うん、高級ニットになってます、はい、というわけで、ね、まあ、ここのメーカーのもいろいろ多分入ってきてるので、はい、またいろいろ入れてます、ね、うん、そのうち最強無敵でこれ、うん、の機会がいろいろあると思います。コトキとシンコのオーダーだからね、うん、この辺お楽しみにしてください、はい、はい、怖いわ。ありがとうございます。あのご存知の方はあのステファノ・モルタリっていうところのステファノ・モルタリ、モルタリ、モルタリ、はい、っていうところのあの妹ブランドみたいな、あ、そうなの、あの、そうなんだ、新しく分かれたブランドらしいんですけど、うん、あの高品質なニットをもともと取り扱ってたところのブランドなので、うん、安心して、ね、そうそう、ステファノ・モルタリですね、うんうん、の妹ブランドだそうです。なんだっけ、あのヒラっていう、ヒラ、ね、そのまんまじゃん、読んでそのまんま、そのまんま、いや、本当なんだ、そうそう、なんか、え、ヒラ、ね、検索したけど出てこなくて、うん、ただ新しくてどこにもヒットしない、うん、あ、というわけで、そういう、うん、あの斬新なデザインのニットになっております、うんうん、検索する場合はステファノ・モルタリで検索してください、うん、そちらがあの俗入あのマスブランド、うん、ですね、うんうん、この妹ブランドでデビューしたてだそうです、うんうん、でデザインが大胆で面白い、うん、ですね、うん、お期待ください、はいはい、ありがとうございます。いや良いねそれ、かわいい、スーパー、はい、うん、もう大人気のこのレザー調パンツね、を履かせていただきました、うんうん、ね、なんと綺麗なのよ、バッチリ完璧、うん、完璧です。
すごい完璧で、すごいこうストレッチの感じがもう動きやすくて、うん、ほんと履きやすいですね、うんうん、でこちらが EB のカーディガンも着ております、はいはい、いろいろセーターも種類が入ってるんですけども、うんうん、ちょっとこのレザーがぴったりするので、うん、上は大きめな感じのっていうデザインのものとしてカーディガンを着ております、はい、で昨日ねあの、うん、お客様がちょっとこのカーディガンを、うん、色違いね、ちょっとこういう風にそうそうちょっと後ろにしてっていう着方も素敵でしたので、うんうん、よかったアイデアをいただきました、うん、これってさニコちゃんなんだね俺フジヤのあれかと思ってたペコちゃんだと思ってたねニコちゃんを伸びてんの ね, ね EB でね下はねペロペロちゃんじゃペコちゃんだと思ってたかわいいってかわいいっすよねこれお色の配色がすごく素敵ですよね、うんうん、そうペコちゃんじゃないのねニコちゃんだったのねニコちゃんニコちゃんだとしたらわかった他にデザインもちょっとはいお見せしたのはい、うんうんはい、あ大丈夫ですよはいすいませんはい、ちょっとじゃあ、はい、紹介してください。ニコちゃん、ペロちゃん、ペコちゃん。確かにずっとペコちゃんって言ってるんですよ。そう。それがタートルの感じですね。いや、フジアのペコちゃんだと絶対思ってた。タートル。後ろはもうこれはちょっとここに、はい。ペコちゃんね。はい。ニコちゃん。がついてる感じ、はい。これとちょっとカーディガンと似てるような感じの配色ですね。はい。ちょっとちょっとコンパクトですよね。うん。コンパクトサイズ感。サイズ感も。でこちらが。なんかおしゃれよね。黒地。うん。でこれはちょっと短丈、はい。これもすごく可愛いデザインですよね。はい。で後ろがボーダーっていうまた。うん。どっから見ても可愛い。はい。ね、端っこだけちょっと赤い縦のラインが入ってるんですよ、それ。あ、ここですよ、そこに。かわいいですよね。得意だよね、EB はこの端っこにね、ラインを作るのがね。アシンメトリーの作り、うん、で、これが今と同じ型のですか。はい。で、それはアンサンブルにね、して着ていただいても面白いですね。後ろがこういう感じです。はい。色の配色が全く一緒なので。で、さっきのタートル。と色違いな感じでこちらも黒があります。ああこの色かっこいい。黒なんかまた締まりますよね。うん、グレーがちょっとこう可愛い系で。はいガツンと締まります。後ろがこういった感じです。うん、ねなんかそのペコちゃんが可愛いね。もうペコちゃんにしましょうか。もうペコちゃんにしましょう。なんか舌をペロってやってるみたいな気がして。すごくこう着やすい、うん、で、あんまりこういうお色目のものっていうのは人生で着たことがなかったんですけど、うんうんうん、似合ってますよ。こういうあの黒のちょっと渋めのタイトを着ると、はいはい、こういうポップな感じっていうのも全然受け入れられました。うんうん、いやいやもうよく似合ってる、はい、という感じで、うん、この EB の商品のご紹介でした。基本やっぱり真面目なのね。そうですか。もっと違うさっき言ったようなずっこい感じで、もっとこうそ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 う悪な悪な感じで悪な感じでかぶってやっぱりいい人になったよ。ちょっとちょっとかぶり慣れてないですね。そうそうそう大丈夫です大丈夫このぐらいに、うんうん、はい、うん、いい感じです。というところで、はい、お値段、はい、レザー調パンツが14,080円。はい、はい、今これ4サイズ SML です。基本基本は3歳、うん、であと XL が1本ありますね。はい、あのサイズが増えて XL まで S から XL まで4サイズ増えております。スーパーおすすめですね。このまず黒の EB のこのカーディガンが43,780円です。はい、43,780円。はい、そして他のお二方もちょっといいですか。はい、でこの鈴木さん、大人の遊びのあるニットの感じ、はい、とてもお似合いですよ。 ありがとうございます。ありがとうございます、はい、タートルの方が、いい感じだもんね、36,080円、うん、
で、この短丈の方が、はい、32,780円となります。はい、はい、着心地最高にいいはず。すごくいいですね、はい。という感じでした。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お、また砕けて出てきましたわね。そうなんです、うん、ここから変化していくところを皆さんにお見せしたいわけ。あ、そうなんです。あ、じゃあ楽しみですね、はい、はい。今年はあのパンツとテイラードとかパンツ、うん、テイラードとスカートとかいろいろセットアップ多いんですけれども、うん、はい、こちらも新しく入った、はい、もので、はい、ダイガールのこのライトブルーとベージュのチェック、うん、ねえ、不思議なチェックっていうか不思議な色合いだけど綺麗よね、うん、すごく色合いが本当に綺麗な感じなので、うん、それでインナーをどうするかっていう話で、うんうん、このブルーの色合いを生かすためにちょっと優しい感じのインナーをチョイスしたくて、ベージュ系とかこういう中間色のものを探して、先ほど熊谷さんが黒を着たタイプのカーキを選んでこちらを着てみます、はい、ちょっとこれ透け感があって綺麗なので、うん、綺麗よね、はい、うん、でこのジャケットは、うん、あの結構これパンツ、あの今のサイズちょっと大きめなので、私パンツとかちょっと多言でいますけれども、アイテム自体はかなりメリハリが効いてるものなので、うん、ジャケットもサイズオーバーしてるのかなと思いきや、うん、結構これ、うん、ウエストはシェイプしてます、はい、後ろもなんですけど、はい、なので、はい、このパンツの、はい、ちょっと私が着て後ろつまんでますけど、はい、タゴミ感を利用して利用したわけですね。利用してっていうことじゃないんですけどここは見せ場ですね、皆さんに。ウエストは利用して見せ場を今モッチーさん作っていきます、はい、ウエストはしっかりポイントを作ろうかなと思います。作っちゃいますから、ギュッとなんか締めすぎて窒息しないようにね、ライブ中に見せようと思って、そうそうそう、ううみたいな感じで、なんかここのところまたサッシュベルトが大活躍ですね、うんうん、だってもうね、自然に素敵って思ったらその素敵って感じるまま見たまんま皆さんぜひやってほしい、使ってほしい。素敵と思わなかったらもう当然やる必要もないしね、無理くり感じる必要もないし、基本的にこういう淡い色ってあんまり得意じゃないんですけど、うん、こういうベルト使いとかでポイントを作って意外とうまくいけるかなっていう感じがします、はい、なるほど。こんな感じでポイントとして、はい、秋冬にそのカラーのセットアップ新鮮ですね。新鮮ですよね、うん、新鮮なのよね。ね、こんな感じで。お、また、お、雰囲気変わってきた。はい。全体に緩い感じをうまく使ったってことですね。そうですね。さすが。はい、メリハリです。メリハリですね。さすがおつぼね。でもやっぱりこれがない。はい。これがないと閉まらない。はい、これがないと閉まらない。ということで。おー、これを使って出来上がり。一丁出来上がり。これを使ってこんな感じになります。あ、かっけーじゃない。ね、おしゃれです。すごいおしゃれな感じになります、うん、はい、この秋冬皆さんこの帽子一つがあればあればそう、もうどうにでもなっちゃう、どうにでもなっちゃう、こんな感じの色合わせが。あ、でも本当にね、やっぱり帽子今年また一段と大事、うん、これがあるだけでえらい違うもん、うん、ですよね、うん、間抜けな感じがなくなって、どっかね、うん、キュッてしまう、おしゃれ。え、間抜け、はい、いやいや、ちょっと間抜けな感じねそれを間抜けと呼んでます。え、で、いやでも決まるよってこと、先ほどあれ、うん、の話に出てたんですけど、はい、このちょっと私が履くとたぼんじゃうここのところを、はい、ちょっとお袖を上げて、はい、バランスをとって、はい、見ています、はい、
こんな感じで、うん、たるみが出ない人はめくる必要もあまりないのね。はい、はい、ちゃんと履くとスッと履けるパンツなので、はい、で、自分のちょっとウィークポイントをチャームポイントに変えたコーディネートと。そうですね、はい、物はいいよね、はい、で、宮部さんはよくやる、よくやる、いつもやってる、あ、いつもやってるスタンドカラーにするぞと、うん、望月さん、ダメよ、この場合は襟もプレスを取って立ち上げなきゃ、立ち上げなきゃ、あ、うん、謝られちゃったごめん、もんち、またその帽子欲しいな、早い者勝ちですよ、そう、ちょっと待ったってベージュもあるので見てください、うん、ね、こうすると皆さんどうですか、あらあらって、なんとなく少しモッチーさんには緩いんじゃないって感じだったのに、うん、こうやって決まります。不思議なとこにタグがついてるネックレスが、うん、ちょっとずれてる指があれなんですけど、うん、こんな感じでまた違う感じに、うん、ちょっと指がずれてる、爪がいいですか、はい、大丈夫です、こんな感じになるかなと思います。かっけー、モッチーさんのコーデをいつも見ていると本当に帽子でグッとおしゃれ度が増すのを感じます、参考になる、大丈夫です、帽子をかぶれば、帽子があれば、そう、帽子があればもうこのいただきもっこです、そうですよ、どうせ間が抜けた感じだからそう、はい、あ、でもすごい素敵にチャーミングにおしゃれないと、ちょっとね、イタリアンっていうよりパリジアンのや、いや、かなりおしゃれですよね、うん、おしゃれおしゃれ、うん、おしゃれです、はい、またこの、ブルーとカーキベージュのこの色合いがすごいし、帽子が効いてる、そう、帽子が効いてるって思います、謝られちゃって、ごめん、もっちってもうでも、次回からライブがなかなか決まんなくなるね、そうですよね、間が抜けてるって言われちゃう、あ、いちご店にあるやつ、非売品にしたけど熊谷さん、借りますよ、これが、そう2号店の生命線ですから、はい、でもすっごい素敵ね、うん、すごいなんか爽やかな色と秋っぽさとがすごくいい感じかと、うん、結構新鮮、すごい新鮮、本当に、ね、うん、いい感じで、セットアップ、はい、お持ちいただいてると思いますので、はい、ちょっとこんな感じで、うん、いや、かっこいい、していただけるとまたいいかと思います、かっこいいよ、はい、その場合ここの太い感じがちょっとあるといいのかなっていう、うん、面白いね、ここの太さがポイントになってるかなと思っています、うんうん、たごみを生かそうっていう形のコーディネートだから、そこを普通のあのフォッシーのね、もうスーパーおすすめのベルトとかバッグのカチッとしたやつで決めるより、足元のたごみとお袖のたごみをそこのベルト、サスベルトでもう一回たごませるようなね、その感じのコーディネートのバランスはとってもおしゃれかなと思います、でもかっこいいです、はい、でもあくまでも帽子が主役ですあるから、はい、はい、じゃあこちらのお値段申し上げます、本当に言うとりあえず黒を取っておきます、はい、はい、こちらのフライガールのジャケットが53,900円、パンツが27,500円、うん、でこちらのカーキのニットが51,700円になっています、うんうん、ごめん、もち、私その帽子欲しいなって、なんかウケるなんか気づかれなんかのごめん、もちなんかのすいよ、なんか来週からちょっとね考えなきゃ、そう、もう優しさがこうにじみ出てる、ね、なんかちょっとかけなかったみたいなね、うん、欲しいって言っていただけることをお店にとってはすっごい嬉しいはずなのにごめんがつくのがね、書きたいアイデンティティそのものをね、ごめん失わせるみたいでみたいなおめえの趣味範囲はそれかここだけそう、はい、失礼しました、はい、そんな感じになります、はい、でも本当に素敵その帽子はい、ありがとうございます、でも全体にかっこいい、はい、うん、いい感じでまとまってます、おお、なんかエレガントクマ、あ、タルタルーから新作が、ね、綺麗だよね、来てたから、はい、何と思って、うん、ちょっと色違いもあったけど黒にしちゃいました、はい、うん、このコーティングがやっぱりね、あのデニムのコーティングもそうだけど、やっぱりコーティング、照り、うんうんうん、張り、
大事。これに関してはなんか合皮じゃなくてちょっとサテンっぽい感じのちょっと光沢のある生地になってます。はい、こういうこのコーティングがまあ見事に綺麗でしょ、テカテカ皆さん。はい、あの嫌なテカテカじゃなくて、いやいやいや、なんていうか、なんコーティングなんですよ、マットっていうか、なんていうか、でも光沢あるみたいな、はい、ちょっと落とし気味ですよね、はい、うん、織りじゃないんだよね、だから、うん、そう、コーティングなんですね、コーティングなの、うん、このちょっとプリーツのオックスプリーツの感じと、綺麗、ここは綺麗に巻き、うん、でね、剥ぎ込んで入れてます、すっきり、はい、させつつ下がちょっとドレープが出て、で両側の裾が、うん、あのスリットがちょっと入ってますので、うん、なんかいいですね、うん、すごくいい、セクシー、うん、わかんないけど、それと前から見てそんなに綺麗に収まってるから後ろで目いっぱいつまんでると思ったの、あ、そう、い今そう、そんなにつままないでいいぐらい、すっごい綺麗にできてる、でここが後ろはゴムが入ってるので、うんうん、結構伸縮します、うん、まだ全然余裕ある、かなりすごい、はい、綺麗、本当はね、うん、ハイウエストの感じで、あのもうちょっと慎重にしたくと踏まないで済むから、うん、いいなと思って、うん、今多分私の身長で大股で歩こうとすると、うん、裏地がこの辺なんですけど、うんうん、裏地が引っかかっちゃうんで、うん、多分もっと多分上なんだなと思って、うんうんうん、ちょうど落ちてこのぐらいの感じなんですけど、うん、でちゃんとあのポケットもついてますし、後ろをファスナーでグッと上げる感じになってるので、はい、とっても綺麗なスカートになります、はい、もちろん単品使いでこういう感じで使ってもらってもいいんですけれど、はい、一応あのお揃いのジャケットがあるので、うん、それを着たいと思います、ね、実はこれ変形のセットアップですね、うん、変形というか基本セットアップなんだけどね、うん、全く別の使いができるセットアップです。そう、なんか最初はなんか違うなって思ってたけど、あ、これはと思って、こういうタルタルが毎回面白いな、うん、ね、大きい襟 の、うん、あのボレロジャケットというか、はい、で、どこがセットアップになるかというと、ここの部分の生地、はい、素材使ってて、はい、ここの部分とスカートの生地が一緒になります、はいはい、なので、うん、こう上のジャケットもちょっとゆるっとした感じになるんですけど、はいはい、止めてもらうと割と、うん、この感じも可愛いよね、ふわっとして、うん、あ、いい感じ、その感じです、うん、はい、これ割とあの体型的に選ばないね、うん、あの選ばない、かなりあのボリューミーな方も全然楽勝、出た出た流れが発持っちゃう、まだまだ全然ゆとりあります、腕も全然もう一人あるね、熊ね、うん、ゆとりがあるから、そう、うん、でスカートはそれで、ね、メリハリで、はい、あの上がちょっとふわっとしてますけど、そうそう、下がここタイトになってて、ね、っそっから、はい、あのストンと落ちる感じになって、はい、で腰のところまでそこの張り抜きところを、うん、あの押さえてますからね、そう、あの立ち出しのところね、ごめんなさい、ここですよね、うん、はい、そうです、そうです、ここまでこう押さえてるから腰が広がらないのね、うん、ここ、うん、ここまで、うん、はい、そうです、ここまでです、はい、ガー縫ってありますから、うん、そう、だから、はい、あのすっきり切られて、なおかつ、はい、もうサイズがもうほぼフリーっていう感じ、はい、上はフリーなんじゃない、うん、上フリー、下は一応38にはなってますけど、うんうん、かなり伸びるのでこれももうほぼフリーと思ってもらって、うん、ね、いいと思います、うん、全く大丈夫ですね、あとはこの大胆な長さもかっこいいなって、はい、いいね、いいね、思ってます、うん、そうで中はちょっとまだ、はい、あの、まあ、さっきニット着ちゃいましたけど、うん、あのシンプルな感じがいいかなと思ったので、うんうん、入ったばっかり、ここの部分と首元がチュールになってるトップスを、うん、はい、あの着て合わせてみます。色違いの白で見てもらうとデザインがより分かりやすいかなと思います。うん、ここの部分、はい、首周りのこの部分がチュールになってて、はいはい、お袖の部分もチュールになってるので、うん、あのシンプルな、面96ポリウレタンっていう組み合わせのタンクトップですけど、はい、ちょっとあのエレガントになる、ね、扱いやすい、うん、扱いやすい、ね、白は結構生地がしっかりしてるので、うん、透きにくくなってますので、うん、この辺もおすすめです、はいはい、便利です、今便利です、で今こういうちょっと
中に1枚入れてもらってこういう着方をしてもちょっとなんかドレッシーな感じにもなりますし、うん、なんかこれチュールがちょっとついてるだけで、あのカジュアルさが少し消せるので、かなりあの面白いタンクトップになってます。はい、でジャケットは襟の大きさがなかなか面白いですね。パッションさん、声が裏返ってないですよ。声が裏返ってない。いやいや、そう、で 裏返るちょっと手前です。手前です、はい。で、これあの黒の他にお色地がありまして、はい、うん、ちょっとグレージュっぽい感じの、うん、はい、生地感と、うん、あとこっちだとジャケットの部分は、うん、あのメインのところはベージュ、はい、で、はい、あのこのうん、はい、異素材の部分がグレージュっていう感じになってます、ね、うん、こう色で見てもらうと、このデザインで見てもらうと、はい、すごいシンプルでベーシックなんだけれども、ちょっとベーシックって言わないか、これ、うん、ベーシックって言わない、失礼しました。そう、ベーシックではない、うん、これ後ろも綺麗にこういうデザインですね、うん、そうそう、そうですね、そう、綺麗です、とっても、うん、光沢もあります。そう、これがね素敵なんですよ、ね、パッション声がひっくり返るときはよっぽどでないとひっくり返らないよね。なぜ自分の健康体調管理もあるから血圧が上がってそうそうそう、毎回ね上がってたら大変なことだ。そうそう、声はひっくり返りませんよ、はい、であんまりいいことでもないから、うん、そうそうひっくり返りませんよとか、ね、はい、でも素敵これ、はい、はい、そしたらお値段です。タルタルーガのこのジャケットが24,200円、うん、でこのロングスカートが19,800円、うん、でチュールーガを使ってあるこのタンクトップが7,480円になっております。あのすごいリーズナブルだね。うん、リーズナブル、よくできてる、はい、はい、とっても綺麗です、うん、このシャーリングと、うん、袖のね、うん、この光沢のある、うん、あのコーティングの素材、うん、もうなんかこうピクピクくるモード感にしっかり応えてる一着だね、うん、はい、はい、ピクくる、うん、はい、着てんのよ、はい、シャギ、あ、ドレープね、うん、シャギ、そして光沢、うんうん、ハリ感、うん、とってもおしゃれです、うん、素敵です、全部取り込んでます、うん、ですね、はい、はい、もう軽く流していくもん、はい、いやいや、ね、素敵だなと思って履いてますので、ね、はい、はい、というわけで、はい、変わります、はい、ありがとうございます。かっこいいんだな、これが。ちょっとパッションこの感じ好き、はい、オリジナルの、はい、ブラウス着させていただきました、はい、うん、ちょっとジャケット脱いでもらっていいですか、はい、それ全体の雰囲気をね、皆さんにもう皆さんご存知だと思います、はい、今回はジャガード織りっていうか地柄のある感じのペイズリープリントなんですけれども、これが 3D のような感じのプリントになってて非常に楽しいし面白いし不思議な感じの綺麗さを醸してます。そしてポリエステル100でもこの地柄の部分、織りの部分もひっくるめて少し張り感があります。張り感があるので首元のその、はい、ドレープも高さもしっかりこれが保ってくれてるので、スペシャルな一着が今回もできたと思います。じっくり見てください。それでちょっと関数をキュッて上げてみて、そうするとベルスリーブのそのところで上げた方がいいんですか、うん、そこでいいの、そこで、うん、できるだけ上げて、そうそう、そこを返すと、ちょっと、うん、もうちょっとキュッて上げてもらって、腕が太くてここまでしか上がらないんです、はい、いやいや十分ですようん、そのぐらいの感じでいいです。そうですね、うん、そのぐらいの感じの、はい、ちょっと軽快で良くないでしょうかと。で鈴木さんの場合はリボンが自分的にあまり好きじゃないからということでペロッとタイの、ね、あ、スコットタイのように流してもらってます、うん、この着方はこの着方で提案したい着方なので何もリボンにする必要もないです。お好きじゃない方はね、このままかっこいいと思います。そして
スーパースリムのデニムのパンツ。今回はそのスーパースリムゆえにロングブーツで足元を決めてみました、はい、まあ基本ね典型的なジョッキスタイルのねボトム、あの下半身ですけどね、そこに上をエレガントにしつつ、そのツイードのハリスツイードのジャケット、ツイードじゃなかったっけ、ハリスツイードかな、うん大丈夫、ヘリンボーン柄のねこちらのジャケット、エルボーパッチがついてるのはブリティッシュな感じのあれですね、ツイードの本場をイメージした、はい、ちょっとトラッドな感じのモード、個人的に結構こういう扱いとか作りが大好きで、これは迷わず、はい、オーダーして気に入って入ってる一着です。そして、うん、まあ、うん、襟を立てたいのね、うん、その子するわけね、うん、はい、そこボタンと、うん、はい、その子ね影響力強いね、女王いなくても、うん、その感じもかっこいいです。ジャケット素敵ってね、 YK さんきっとこのタイプ好きですよね、はい、かっこいいです、ちょっとオマニッシュな感じ、うん、そうですそうですそうです、なりますよね、はい、はい、チェスターコートとかああいう延長、うん、ブリティッシュな感じのね、トラッドな感じをモードなイタリアンスタイルに展開してるやつ、そうですね、はい、はい、でちょっと、うん、そこだけちょっと外して寝かさなくていいと思う、あの、うん、ちょっと話題の、はい、話題のね、話題の、話題の、そして、帽子を、はい、そう、まぶかに自信満々にかぶって返すもよし、うん、この感じでいいんです、はい、これがベージュの方です、はい、そうです、で、さっきこうちょっと返して、折り返してたんじゃない、こういう感じはどうですかねって、うん、その感じもありいいですね、はい、ロシアーナになりましてきますね、ロシアーナですかロシアーナなんかロシアの人たちがこういうような、なんかこうチンチラとかすごい帽子かぶってるんじゃない、あのすっごい毛の、そう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 、これでもジャケット、うん、はい、そんなにこう余裕があってっていうことじゃないんですけど、うんうん、おちょみにキュッて作ってますけどね、はい、このブラウスがすんごく、うん、あの収まりがいいですね、うんうんうん、全然邪魔にならない、はいはい、気持ちよく着ております、はい、うん、どうですかねこの感じ、ぜひぜひ、うん、皆さんちょっといただきっていう感じで着てほしいかなっていうところがありますね、はい、ジャケットのお値段はブランドはどこでしたっけ、マレーラ、それマレーラでしたっけね、はい、マレーラのジャケットが69,300円、はい、で、オリジナルのブラウスが27,500円、はい、27,500円、そちらは2色ありますね、はい、あ、大丈夫です、こちらのお色目となります。はい。全然また雰囲気がこう違っていいですね、うん。このまま白になっても良さそうですね。うん、そうですね、そうですね。相変わらず深いコメント。同じ素材のヘリンボーン、珍しい、素敵です。こっち動かないんだよね、コメントがね。こっちにもコメントが入ってなかった、私のも出てない、ね、入ったり入んなかったりするんだよね、はい、あ、大丈夫です、で、あとこの折り返し風パンツが29,000円です、はい、いや、かっこいいんですよね、この、そう、このジャケットはね、ちょっと個人的に、うん、ここにあるトラッドな典型的な英国調のブリティッシュな感じの素材感とエルボーのデザインなんだけれど、これがね、あえてイタリアンモードになってる、うん、それがなんかもう純粋に究極、う、ね、うん、かっこいいかなと思います、違いました、12,980円、失礼しました、12,980円です、失礼いたしました、はい、という感じです、かっこいいです、はい、はい、ありがとうございます、以上ですか、はい、
あれもう帽子取っちゃったの？はい。あ、なんか普通の人になっちゃった。はい。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。いろいろ新しいものも入って、うん、ホームページのアップがちょっと間に合ってないんですけど、はい、あのぜひよかったらご覧になってください。はい。なんか楽しいね毎日ね。ワクワクしてもなんかニマニマして毎日ここ2、3日。特にこの皮、うん、特に全部いいんだけど皮はね、皆さんに打ちまく暴露しちゃっていい？昨日入ってまだ売れてないじゃない？どのお店が一番最初に売るかという競争してます。赤黒いいですよ。赤黒の号店にもあります。4号店と麺の1号店2号店勝負してます。とりあえずっていうんじゃなくて、どこが最初に売れるかな、どこで最初買っていただけるかなっていうのを勝手にファッションが言ってます。みんなそれをスルーしてますけど、以上です。はい、ドキドキです。ドキドキですね、はい、もうなんかすっごいこれおすすめだもん。あ、声がひっくり返ってきた。いい声が。かわいいのよ。はい、失礼しました。はい、もう遠隔で宮部さんに進めようかな。あ、そうか、そっちか、ジョーに行ったみたいな、うん、そうかそうか、こっそりこっそり、はい、はいはい、次は月曜日8時からのライブになります、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いきます。はい、 This is the ファッション。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。もしかしてランチビハナさん明日来てくれるかも。ともちくん終わったら LINE 見てください。あれ、あら、ありがとうございます。もしやみゆきさん、もしかしてすぐ確認いたします。ことにエコヒーキしてない？はい。そんなないよね、そんなことないよね。わかんないよ。なんか、くまランチビハナさん。いやいやいや。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。